猿の中でも生きてるやつ。目どうするの？整形する。勘弁してよもう。初めての企画ですごい楽しみなんですけど、どういう感じなんですか？まあ、うちらと一緒には慣れたもんだと思って慣れたテンションぶち上げていかないとダメだなみたいな。ルール説明が初めてでちょっとよくわかんないので、先輩聞いてもいいですか？任せてください。質問を見ずに回答っていうのは、私たち回答する側は質問見ないんですよ。多分口に含んでる側の人たちが質問は見えてるんですけどみたいな感じで笑うみたいな、水を含ませて笑っちゃったらアウトだよっていう。あ、そうそうそう、たくさん吹いちゃった人が負けです。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで早速リリカちゃんからやっていきたいと思います。どうも。スポンジボブの友達です。はい、付き合って5年目。ママは妥当。クレヨンです。クレヨン どんな感じで使うの？食べる。あマヨネーズ2リットル生活。次、女と遊ぶの嫌い。次、リモコンなくしすぎ。リモコンなくしちゃうんだ。次、元カレは紐です。次、髪の毛切ってください。もっといいものに使って。次、トラックに轢かれた。これはさ、笑っちゃいけないんじゃない？トラックに轢かれて。次、ワンデーのカラコン半年使う。うんうん、別れたい。終了。ということで、リリカちゃんが終わったので、次はゴミちゃんにパスをしたいと思います。はい、お願いします。こんにちは、ファブリーズ。次、生ゴミ。謝った方がいい。嘘でしょ。次、トイレ掃除。ブブ。次、ゴリラ。どういう曲かな。ドラミングみたいな。音楽。実技。実技。そういうこと。次、猿の中でも生きてるやつ。生姜焼き定食。とんでもない悪口ですよ。まあまあまあ。うん。好きなんで。営業スマイル。ガチおもろい。ですか？カレーライスカレー抜き。カレーお願いします。ブリッコ。ありがとう。計画ブリッコだからね。かわいいってこと。そうだね。妊娠中。そっちか。ごめん、バラしちゃって。あ、ごめん。お勘弁してよもう。はい、ということで次、つぐみちゃん、じゃあお願いします。豚。そして、悪口やめようや。平和に行こう。いいですか。トイレの便器。動物園で手をつなぐ。次、寝ること。どうなんですか、リカちゃん。少しね、少しね、少しね、少し、少しね。次、おっとっと大食い。次、ツインテール。ショートカエルカです。次、風船を飛ばすこと。炊飯ジャー。必殺の炊飯ジャーみたいな、うん、それでやっつけると。しゃもじも持ってね。次、テレビを壊す。次、手ぬくらを取ること。次、トイレの掃除。はい、じゃあ次私行きます。ダブル、お願いし、
します。ひよりです。うわーありがとう。セミ言いすぎよ。ひよりちゃんそれはダメだって。言いすぎだよ。次マスク。うーん、実際あるの？お姉ちゃんにマスク欲しいところ。短期短期だから直してほしいな。私にだけ愛してるってことだよ。うん、ありがとう。オラウータンは変態らしいよ。知ってた？見たことある TikTok で、うん、女の人の胸もんでた。クズオ。次パンパス。何でもないの。次ウェットティッシュ。これあるよ。ありがとうございます。どうですか、お似合いですか。次目。目はどうするの。シューキューキュー。もうこれサムネになる。お決まり。胸確定。そんなる前に整形見た。前にバランスしてんだ。はい、メルプチ。ラストヒオリーズ大好き。笑うところ違うよね。おしまいです。ということで今全員終わったんですけど、どうでしたか。ちょっとさ、勘弁して。過去最多来たけど胸確定して。やめてやめてやめて。ストーリー出すと気まずいよね。学校の人見てんのストーリーでさ、ハンハンになってさ、ブホーってなってるのとさ、整形って言ってた。目だけ整形って。みんなめっちゃ面白くねえ。じゃあ誰が一番笑ったか。誰だと思う。みんなでさ、指さす。せーの、猫か。せーの。はい、私でした。ケジュこれからも笑い方真似するね。整形って思って。えへへへへ。歌ってやると思う。え、もしかして、え、動物の中に。